地図上絶とは、絶敗の一部に発生した、開白色の変炎で縁取られた赤斑が不規則な病相として広がる高校粘膜疾患の一つ。自覚症状は、ほとんどなく、稀に染みると訴えることがある。地図絶とも。地図上絶は、外傷性及び炎症性疾患群に分類され、組織学的には、上皮核化層は、高中級やリンパ球心順によりその多くが破壊され、 消失する。多くは、上皮前層にわたる、高中級、リンパ球浸順を認め、上皮表層二十数個の高中級浸順層として、微小農用の形成が見られる。上皮化結合組織には、高中級、リンパ球、形質細胞などの炎症性細胞浸順が認められる。溝上絶を併発することが多い。不明である。が、 溝上絶を合併することが多いため、微生物による刺激が考えられている。このほか、神経性障害、自律神経失調症、ビタミン B 欠乏症など、小児や若い女性に多いとされる。地図上絶の有病率は、ハルパーリンの1953年の調査では11歳から20歳で1.13%、 三っ年の1982年の調査では17歳から35歳で3.3%であった。日本人では、下野らは成人1から8%、幼児3から15%としているほか、東北大学の1989年の調査で4.4%であった。自覚症状はほとんどなく稀にしみるなど、軽度の疼痛を訴えるほか、味覚異常を訴えることもある。 症状がない場合には行われないが、痛みがある場合は、対症療法が取られる。当該論文では、調査対象者が、寄宿生活者だったため栄養の偏りがあり、高い値が出たのではないかと考察している。ABCDE 高橋ら ABC 下野ら、ピアニッシも62から 63AB ナグも、ピアニッシも100から 101ABCDEF ユら、 ピアニッシモも411から413。ありがとうございます。